Yeah, this is the MII from Osaka, Daimon Yayoi です。歌って踊って作って回す歌手中心に活動しています。2018年、私はこれに挑戦。昨年出したメロンソーダもミリオン再生になりそうだ。現場で起こす歓声の嵐、まさに私が生きてきた証。台湾で感じた日本の愛とインドで見た子供たちの笑顔。誰も知らない私の本気、10年積み上げてきたの湯飲み。2018新曲出してロックするギャルたち。なまた自分の理想に近づくらい、ずっと掲げてる女フェミニズム、ガールズパワーに客また入る。女の時代がすぐそこに来てる、そろそろやってやるわ、ワンマンライブ。2018年今年の目標がワンマンライブと、もう一曲新曲を出すことなんですけど、海外も、精力的に活動していきたくて、去年の11月にインドのムンバイに行ったんですけど、常識も違うし、本当に今まだ発展してる国の方とかはなんかハングリーな面、なんか人間らしさとかもあったりとかを感じることが多いですね。なんで私自分で女の子の主催イベント、ガールズパワーっていうのをやってて、でちょっと強い感じの女の子をピックアップしてるイベントがあるんですけど、将来的にもうちょっとイベントが大きくなってきたら、そういうまだ恵まれない女の子たちになんかサポートできたらなっていう夢もできたりとかしました。ロングブーツはいつも履いてて、これはイエローっていう最近ちょっとイケてるブランドなんですけど、そうですね、ピンクは好きなんで今日はファーコートを選びました。アクセサリーはちょっと映えるかなと思って大阪感出して派手に来ました。妄想で描くのが苦手なんで、まあ全部リアル現実を描くんですけど、女の子に向けた曲をずっとこれからやっていきたいんで、大人になったらみんなママになりますとか、ママにならないといけないみたいな風習をもうちょっと取っ払って、女の子でも仕事しながら育児しながら、こう働きながらかっこよく生きれるよっていうのを伝えていきたいです。10年以上ずっと音楽ばっかりやってるんで、もう昔学生時代に一緒にやってた仲間もう、まあ、ほぼほぼみんなもう辞めてるんで、多分続けられる人が勝つかなと思います。私もまだまだ途中ですけど、ずっと続けていったらいつか絶対チャンスは来るし、好きな気持ちがあれば本当に何回失敗しても生きてる限りは挑戦できるので、続けていってください。 Girls We Can!